エルメート・パスコアールは、ブラジルの作曲家、アレンジャー、演奏家。ブラジル音楽における最重要人物の一人であり、即興ミュージシャン、革新的な作曲家としても知られている。エルメート・パスコアールは、ブラジル北東部アラゴアス州の観村、ラゴアダ・カノアにて生まれた。アルビノであるため日光の差す環境で働くことが、できなかったことから、日中多くの時間を、 バンドネオンの練習に費やした。彼の父親もまたバンドネオン奏者であり、地元の祭りで歩法の演奏に従事していた。11歳になる頃にはすでに驚くべき習熟度に達し、父親に代わってバンドネオン演奏を務めるほどであった。また8歳にして、タンバリンとフルートの練習を始めた。エルメイトは同じくアルビノであった兄と連れ立って、 地元の様々な種類の地元の祭りでこれらの楽器を演奏してまわった。彼の特徴である自然の音への系統は、すでにこの頃から見られるものである。1950年、パスコアル一家は、レシフェに移住した。14歳のトキエルメイトは、地元ラジオ局の番組で、バンドネオンとフルートを演奏し、プロのミュージシャンとしてのデビューを飾る。また、 同じくアルビノであった兄弟たちと共に、ピアノの練習を始め、最初のトリオを結成する。思春期、青年期を通して、エルメートは、クラブやラジオへの出演で生計を立てた。より多くの演奏機会を求めて1958年、リオデジャネイロに今日移し、その後1961年になって、サンパウロに渡った。1960年代後半から、 エルメイトは現在ポストボッサジャズの古典と呼ばれている、いくつかのアルバムに参加する。1964年、アイアートモレーラ、ウンベルト・クレーベルと共に、北アメリカのジャズをレパートリーとする、サンブラーザ・トリオを結成する。1966年、エラルド・ド・モンチおよびテオ・ジ・バホスと共にトリオのオボという、グループを組んでいたモレーラは、エルメイトをそのトリオに引き入れる。これこそが、 エルメートの名を国際的に知らせ、ブラジル音楽史上における最重要、インストゥルメンタル音楽グループとなる、クアルテートの応募であった。卓越したテクニックと洗練されたハーモニーを兼ね備えた、このグループは、ブラジルのリズムとジャズの融合を物語る重要な鍵を握っている。エルメートはこのグループで、同名のアルバム、クアルテートの応募をレコーディングする。後にブラジリアンオクトパスに加入。 フルートを担当し、ここでも一枚のアルバムを作成する。1968年には、オーケストラのアレンジにも手を染めることとなる。1970年、ついに、エルメートは、アイアート、モレーラの招きによって、アメリカに渡り、マイルス・デイビスとの接触を果たす。マイルスは彼に、いくつかの編曲を依頼し、さらには、自身のアルバム、ライブイブルの録音への参加を要請する。 エルメートはこのアルバムに2つのオリジナル曲を提供している。この時、マイルスがアルバムに収録したかったエルメートの楽曲の多くは、最終的にエルメート自身のファーストソロアルバム、エルメートに収録されることとなる。エルメートは1973年にブラジルに戻り、アルバム、アムジカ・リブリジ・エルメート・パスコアールを制作する。 1976年には再び渡米し、動物の鳴き声を楽曲に取り入れたアルバム、スレーブズ・マスを完成させる。旺盛な作曲活動の傍ら、彼は1978年にはサンパウロ・ジャズ・フェスティバル、翌年にはモントルージャズ・フェスティバルに招かれ、名実ともにアバンギャルド・ジャズの第一人者として認知される。その後東京・ジャズ・フェスティバルにも登場を果たし、この公演も、 圧倒的な成功を収める。翌1980年に脳内革命を発表、批評家からの熱狂的な賛辞を受ける。この頃、大規模なヨーロッパツアーを観光する。1999年に発表された EUELS では、すべての使用楽器を一人で演奏した。この試みは、ムンドベルデ・エスペランサにも受け継がれている。 2006年には43歳年下の妻であるアリーニ・モレーナと共にアルバムシマホン・コン・ハッパ・ドゥーラを発表。他にもアリーニ・モレーナとは2008年のブラジルにおける日系移民100周年を記念した曲を共同作成している。2017年、2018年、2019年の来日メンバーはありがとうございます。